ったんだけどね。見てこれ、クローバー形が変でしょ。この形変だよ、クローバーとしては。これの次の代にはまたもっと変な形になっていったり、危険が起こると思うのね。証拠に持って帰ろう。ほら、おかしいでしょこれ。こうやって本当に目に見えにくいところからちょっとずつちょっとずつ何か歯車が狂っていくんでしょうね。ゴゴゴルド。うちの中覗けるんだよ。なんかに使うからさ。何かに使うかな。これここ押すだけでいいんでしょ。うちの中覗けるよって言ったの。ここのね、前に。だから私たちは言うのね。この基準を上げる前にあなた方がここに住みなさいって。原発だらけにして、原発を推進して原発再稼働させようとしている、まず政治家ね、政治家と、それから原発を動かさないと日本の経済成り立たないって言っている経済界、電力会社の経営者、特に大井田の伊方田の今すぐ動かそうとしている電力会社、関西電力さん、四国電力さん、社長さん、どうぞこの辺に住んでみてくださいよって。子供と孫と連れてここに住んで、あなた方がここに5年間住んで異常がなかったら私たち帰ってきますよと言いたいですね。Hello, my name is John Devaraj. I am from India. I came to this nuclear devastated area. I saw what the tsunami can do. But more than the tsunami, what the breaking down of the nuclear plant can do is devastating. I see beautiful houses completely abandoned and nobody seems to be living there. So today we have to evaluate nuclear energy versus human well-being. And I see now that the Japanese government is going to sell this technology to India, and behind me I see all these tons and tons of waste being dumped in the bags. I'm wondering what is going to happen to the children of India. Is this correct? Do we really need this energy at the cost of human suffering, pain? We must ask ourselves this question today.インドでは原発の電気は全体の 3% 以下です。自然エネルギーは 13%。 その勢いは新設風車の数がドイツに次いで世界第4位になるほどです。そんなインドに日本が原発を売る必要があるのでしょうか。海外は何回目ですか？1回目です。初です。一緒にインドに行ってくれる福島の子が決まりました。福島県伊達市から札幌市に避難中のゆずきちゃん、中学1年生です。娘のリアンと一緒に初めてのインドです。